様でした。泡でマッサージしてあげますから、ちゃんと眠れるといいね。まずは耳を拭いていこうか。体とか耳とか拭かれるのってなんか気持ちいいよね。お母さんぐらいしか拭かれたことないけど、拭き拭き拭き。ちゃんと綺麗に塗った。拭き足りないところはない。外側もちゃんと拭き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 、ゴシゴシゴシ。はい、反対拭き拭き拭き、ゴシゴシゴシ。大丈夫。ちょっと、じゃあ最後耳の中も。少しマッサージしてから泡の前にブチブチでマッサージしてあげる。ブチ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 。
泡立てて行こうかな。すごい泡立ちがいいから泡まみれになっちゃうかも。泡まみれ、
こうやって手で直接触られるのもいいでしょう。これでも綺麗になる、綺麗になるかな、なりそう。クショ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 、いいかも。そろそろ他のところも泡でマッサージする。なんかあれだね、口の音みたい。少しいい感じかも。まず頭から泡立ってる。
かし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 。眉毛とかお顔とか鼻毛とかみんな洗ってあげるから、はい、眉毛
マッサージしていくね。
顔もゴリゴリするよ。あんまり食べ過ぎると
ように
YouTube